サンルイス・オビスポーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州セントラルコーストの太平洋岸に位置する軍である。軍庁所在地は、人口約4万6千人のサンルイス・オビスポ市である。ロサンゼルス市とサンフランシスコ米エリアの中間に位置する。2010年国勢調査で、の人口は26万9637人であり、 2000年からは9.3%の増加だった。サンルイス・オビス・ポー群は、サンフランシスコやロサンゼルスから離れていることもあって、田園的な性格を残し、古いカリフォルニアの名残を豊富に留めている。通常、セントラルコーストと呼ばれる、この地域は、州内の他の海岸地域よりも田園が残り、農業に依存している。1772年に、 フニュペロセラ神父がサンルイス・オビスポでトロサ電動所を設立し、その電動所は今日でもサンルイス・オビスポ、市中心街の活動中心となっている。軍内には小規模の地域社会が、海浜、海岸丘陵部及びサンタルシア山脈の山岳部に散らばっており、多くの種類の釣り、農作及び観光客の活動を支援する。 様々な海岸と内陸丘陵の生態系を提供している。サンルイス・オビスポ郡の前世時代は、数千年前のミリングストーンホライズンの時代から、ここに定着したチュマッシュ属インディアンの影響を強く受けてきた。例えば、モロベイやロスオソスのような海岸地域には重要な集落が存在した。サンルイス・オビスポでトロサ伝道所の玄関と首、手楼。 教会の外には、フニュペロセラー神父の彫像が立っている、サンルイス・オビスポでトロサ伝道書が、現在のサンルイス・オビスポ市となったところに1772年9月1日に設立された。サンルイス・オビスポ軍は、1850年にカリフォルニアがアメリカ合衆国の州になった時からの軍である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は3616平方マイルであり、このうち陸地は3304平方マイル、水域は311平方マイルで、水域率は8.61%である。スタインベックの小説に何度も登場するサリナス川バレーがサンルイスオビスポ群から北に伸びている。ソーダ湖に近いカリフォルニアバレーは近代でも最も未開発の地域である。 この地域やアメリカ国道101号線東の丘陵部を野生の花が咲く季節に旅すると大変美しい景観に接し、また土地のワイン醸造所でワインの試飲を楽しむこともできる。サンルイスオビスポ市、オセアノの砂丘アビラサンバシモロベーの船止マリサンシメオンの街は新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストが有名なハースト城を建設した丘陵のふもとにある。 その他海岸の町としては、サンルイスオビスポシの北側に、カンブリア、モロベー、およびカユコスがあり、南側には、アビラビーチや、アロヨグランデ、グロバービーチ、オセアノ、ピスモビーチおよびシェルビーチの5都市がある。この5都市のすぐ南にあるニッポモが、サンタバーバーラ軍との軍座海である。内陸部のサリナス川沿いに、パソロブレス、テンプルトンおよび、アタスカデロの都市があり、 パソロブレスワイン生産地に近い。カンブリアの南には、人口18人と州内で最も小さな町である、ハーモニーがある。軍内及び都市間交通は、アムトラックの列車やグレーハウンドとオレンジベルト、ステージ図のバス屋が走っている。サンルイスオビスポ地域交通局が、国道101号線沿いとモロアン、ロスオソス、及びサンシメオンなど、軍全体に、 バス便を運行している。サンルイス・オビスポ、アタスカデロ及びパソロブレスの各都市は独自のバス便を運行しており、それらはすべてサンルイス・オビスポ地域交通の経路に接続している。サンルイス・オビスポ軍は、外してアメリカ合衆国大統領選挙や連邦議会選挙では共和党支持に傾く傾向にある。しかし、2008年の大統領選挙では、 バラク・オバマが投票数の51.2%を得票した。これより前に民主党が過半数を取ったのは1964年のリンドン・ビー・ジョンソンだった。連邦議会会員では、軍の海岸部は第23選挙区に入り、2010年時点で民主党議員が、内陸部は第22選挙区に入り、2010年時点で共和党議員が務めている。 カリフォルニア州議会では、会員の第33、上院の第15選挙区に入り、いずれも共和党議員が務めている。2008年4月、カリフォルニア州州務省の報告では、軍内の登録有権者総数は14万7326人だった。このうち6万1226人は、共和党を、5万2586人は、民主党を、 8030人は他の政党を支持し、25,484人は支持政党を表明しなかった。グロバービーチ、モロベー及びサンルイスオビスポシは多数あるいは過半数が民主党を支持し、軍内の他の市町村は共和党を支持している。軍経済の根幹はおよそ2万人の学生がいるカリフォルニア州立ポリテクニック大学であり、 他に観光業と農業である。州内のワイン生産量では、そのマグ群とナパ群に次いで第3位である。ワイン用ブドウは、軍内最大の農産物であり、ワイン生産量が直接軍経済に影響し、さらに、ワインカントリーとして成長している。観光産業にも影響を与えている軍の経済は、脱工業化経済ということができ。 サービス産業経済と分類することもできる。政府がサービス職と分類するところの就業者は全雇用者の38%であるが実際のサービス業はさらに大きいはずである。政府関係職は20.7%であり、これもサービス業に分類できる。金融、保険及び不動産業もサービス産業に分類できる。 サービス業と小売業を合わせると、軍内就業者の75%となる。製造業従事者は6%に満たない。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。